兄ちゃん、何してたの？またムカキンプレイに精を出してたんだ。別の精出してるかと思って勢いよくドア開けたのにな。ダメなんてことないでしょ。私は可愛い妹なんだから、それが理由かな。あら、ちょうどいいところにお兄ちゃんの背中が。失礼します。広いベッドはいいよね。家じゃ布団だったし。それはお兄ちゃんが私に1個しかない部屋を譲ってくれたからでしょ。私は同じ部屋でもよかったのにさ。あ、もちろんお布団もお風呂も。お兄ちゃんはさ、私が天使だって聞いて最初どう思った？うわ、面白くない。お兄ちゃん、寒いからサムって呼んでもいい？私はお兄ちゃんに隠してるのずっと嫌だったんだ。お父さんとお母さんにそれが養子の条件って言われたから仕方なかったんだけど。うん、私がモデルで顔売れちゃってたからね。マジで。ないない。お兄ちゃんは純 100% の普通の人。てか、お父さんとお母さんの仕事が人間界の大使だからね。てか、レイカさんの家も魔界大使の仕事だから仲いいんだし。本当にお父さんとお母さんには感謝してるよ。でもあの時お兄ちゃんに出会えてなかったらそのきっかけもなかったわけだし。初めて会った時のこと覚えてる？ナンパなら他当たって。
私そんな安い女じゃないの。私に触ったら、この人痴漢ですって叫ぶから。思えばあれからずーっと一緒だったもんね。お父さんとお母さんには感謝してる。藤間の子にお兄ちゃんの妹にしてもらえて本当に嬉しかったな。こんな楽しい家にいていいんだって嬉しかったよ。お前もそろそろ我が家の立派な一人娘としてキューピッドの名前を襲名する準備を始めないとな。まずは弓道を習うところからにしましょうか。必殺恋のラブアローのために。そんなダッサいの絶対に嫌。ちょうどその時アイドルを続けるのも疲れてた時期だったの。だから私もうすべてが嫌になっちゃってさ、自分の仕事用の預金通帳とカードだけ持って家を飛び出して、気がついたら人間界行きの飛行機に乗ってたの。まあそんな感じだから親からは感動されたような感じなんだ。
あれから私は一回も連絡取ってないから、細かいことはわからないけど。それで嫌われたとしても仲直りするまで諦めないだけだし。あ、惚れ直した。じゃあご褒美にギューってしてあげる。いや、だってブラ苦しいから。お風呂上がったらいつも外してるよ、私。別にそこまで照れなくてもいいじゃない。特に意識してなかったのに、私まで恥ずかしくなるでしょうが。妹って、そんなにムラムラしないんじゃないの？いつも私が何したってノーリアクションじゃん。私はするよ。私だって女だから。お兄ちゃんが他の女の子と仲良くしてれば嫉妬だってするし、お兄ちゃんから男の子を感じた時は欲情だってするもん。
い頃から知ってる家族みたいな幼馴染には欲情するのに。こないだリリ姉とお風呂場でしてたこと、私知ってるもん。私がお兄ちゃんのお風呂を襲撃しようとしたら先客がいたから。知ってるよ。だってお兄ちゃんは寮監補佐で先生の代わりだもんね。じゃあ私だってこの寮にいるんだから、お兄ちゃんがこのブラコン直してくれるんだよね。兄弟だからいけないんでしょ？だったら、そうじゃなくなればいいわけで。無理やりレイプなんて私も嫌だし、そんなことしてもお兄ちゃんが私のことを妹だと思ってるなら意味ないことだから。まあ義理なんだし、お兄ちゃんの童貞無理やり食べちゃうのもいいんだけど、ねえお兄ちゃんはどう思う？妹にこんな風に押し倒されてお兄ちゃんも興奮しちゃってる？私のブラコンを直せるとしたら、お兄ちゃんがその気になればいいだけだよ。自分で言っておいてなんだけど、すっごく明暗でしょ。お兄ちゃんのおちんちん硬くなってきたね。パンツ越しだけど、お兄ちゃんのおちんちんが熱く硬くなってるのがわかるよ。妹に押し倒されてパンツ越しにおまっこ押し付けられて興奮しちゃってるんだ。お兄ちゃんなのに。
あたしの幸せのお裾分け。ウィッカ臭い。まあ失礼しちゃう。お子ちゃま白クジラにはこの幸せがわからないのね。かわいそうに。あ、また濡れてきちゃった。チャキネアグラム。あ、ちょっと、まだあたしののろけ終わってないわよ。お腹いっぱい。